シモフ、なぜ貴様がここに。アシモフって確か大昔にアキラ君と戦った、かつて存在したテロ組織の頭目、スメラギと敵対していた雷撃のセプティマホルダーだ。ある日を境に名を聞かなくなったが、まさか生きていたとはな。こちらこそ、貴様が生きていたとはとんだサプライズだよ。こんな場所まで来たリワードだ。特別にいいことを教えてやる。スメラギの管理 AI デマーゼ、あれは私のことだ。 AI？ 貴様が AI ということにしておいた方が何かと都合がいいんだ。かつてのスメラギがサイバーディーバをそう偽っていたようにな。なるほどな。表向きはマイナースとの融和を掲げていたスメラギが突然異種替えをするわけだ。敵対勢力に丸ごと乗っ取られていたとはな。スメラギを手中に収めたことで世界は私の理想に大きく近づいた。時間はかかったが、あの日この手で殺めねばならなかったキングとクイーンのピース、雷撃能力者とサイバーディーバも代わりを調達できたことだしな。それブレイドとミチルちゃんのこと。ゲスが、妹もブレイドも貴様の駒ではない。今さらディスカッションをするつもりはない。異なる他者同士が分かり合うことなどないのだから、さあ始めようじゃないか。能力者と無能力者の、おっと、今はセプティマホルダーとマイナーズと呼ぶんだったか。相入れぬ両翼の代理戦争。100年以上前の人間が当時のまま生きているわけがないだろう。そこに考えが及ばないとは。そうか、貴様は長い年月で電子頭脳がエラーを起こしているな。道理で正気とは思えない世の中になるわけだ。月に吠えろ、人の姿に固執するオールドエイジの異物よ。見るがいい。自らを天皇へと返したこの姿こそ、雷撃能力者として最も進化した究極の姿。
私こそセプティア・ホルダー全ての守護者デンジン・ベラーヴァンバルフォトバフィアアームド・ブルー宇宙地帯の一部正常なるアンキー形で浄化せしめよ。何が浄化だ、化け物風情が。貴様のような化け物に人Come on, move up!